どうもこんにちは、直人さんです。今日も、野菜物語の動画撮っていきたいと思います。今日ですね、野菜物語の動画撮ってるんですけども、今日、なんとですね、沖縄セルラーさんからね、お電話来たんですよね。見たことない電話番号から電話がですね、かかってきて、で出たんですね。そしたら、もしもし沖縄セルラーの〇〇ですっていう営業の方ですかね、が電話かけてくれたんですよ。で、なんだろうなと思って出たら、まあそうですね、お話ししていきなり、いつも動画で紹介してくれてありがとうございますっていう感じで言っていただいたんですよね。おおと思いましたね。沖縄セルラーさん見てくださってるんですね。ありがとうございます。はい、もしかして企業案件かななんてですね思ったりしました。はい、早すぎますね。でですね、何の電話だったかっていうと、この野菜物語ですね、ちょっとペアリングとかですね、 Wi-Fi とか Bluetooth つないだ時の接続がですね、ちょっとやりにくいんですよね。はい、あと何ですかね、他の水位のセンサーですかね、などもちょっと調子が悪いらしくて、でそういったですね、問題点っていうんですかね、まあそこまでではないんですけども、そういった点があって、まあ私以外にもそういう気になってたところをですね、沖縄セルラーさんの方にまあいろんな方が連絡してたんですね。でそういった点をいろいろ改善したらしいんですね、この野菜物語を。なので今ある野菜物語を交換して、新しい野菜物語を、なんだろうな、送りたいというお電話だったんですよね。はい。それにしてもすごいですよね。ちゃんとお客様の意見を聞いて、すぐに改善して、よりいいものですね、作ろうっていう沖縄セルラーさん、素晴らしいと思います。しかもですね、もう以前に買っていただいた方にもね、交換してなんだろうな、新しいのを送るっていうのはもう、まあ、企業としてはですね、コストしか発生しませんので、いやそういった面でもね、沖縄セルラーさんは、大変素晴らしい会社だなと思いますね。はい。新しい野菜物語どうなるんですかね、ちょっと楽しみですよね。ペアリングがしやすくなるんですかね、ペアリングとか Wi-Fi とかがよりスムーズになるんですかね。そうするととても、なんていうんですかね、この野菜物語の特徴でもある iOS の部分がですね、より、まあ、気軽に使いやすくなるのかなと思いますね。今の段階でですね、ちょっと私前にですね、野菜物語のなんだろうな、これ光るんですけども、光ってまあ植物に光合成させるんですけど、その時間をより長くした方が、まあ、成長早くなるんじゃないかなと思って、まあいじろうと思った時も、なんていうんですかね、その設定を変えるとまたペアリングし直さなければですね、いけなかったりするんですけど、それができなかったんですね。そういった点もちょっと改善されるのかなというのでちょっと期待してますね。はい、新しい野菜物語、すごい楽しみですね。期待してます。いやー、それにしてもですね、今回の件で、沖縄セルラーさんですね、もっと、好きになりましたね。やっぱりですね、沖縄セルラーさんは、スタッフの方がですね、大変素晴らしいですね。対応も丁寧だし、親切ですよね。素晴らしい会社だと思います。またそうですね、沖縄セルラーさんってもともと、確か、携帯の会社だと思うんですよね。携帯の会社なんですけども、野菜工場を始めたらしいんですよね。その理由も素晴らしいんですよね。沖縄の、まあ、携帯のお店だったんですけども、まあ、沖縄って、何ですかね、台風とか多いじゃないですか。しかも、ずっと暖かいので、まあ、葉物、の野菜がですね、育ちにくいというか作りにくいらしいんですね。なのでまあそういったですね、野菜類、葉物類
サラダで使うような野菜類は、まあ、まあ、他県から取り寄せてたりとかしてたらしいんですよね。で、まあ、地元では安定に作れないということですよね。なので、野菜工場で作ろうという、その、出発が素晴らしいですよね。うん、沖縄に住んでる人たちが、美味しい野菜、新鮮なサラダとかをですね、食べられるように、野菜工場を作ろうっていう、その、なんていうんですかね、スタートが素晴らしいですよね。始めたきっかけっていうのがほんと素晴らしいですね。すごいですよね。だからこういったしっかりした野菜工場とか作れるんじゃないかなと思いますね。うん、素晴らしい。沖縄に行ったらですね、ぜひ沖縄セルラーさん行ってください。はい、私も行きたいと思います。はい。いやー、それにしてもですね、本当にありがたいですね。うん、私の動画とかですね、動画とかチャンネルまだ登録者もそんなにないですし、ね、視聴回数とかもすごい少ないんですけども、それでもですね、何ですかね、沖縄セルラーさん見ていただけたっていうのはですね、すごい嬉しいなと思います。はい、本当にありがとうございます。沖縄セルラーさん、ありがとうございます。あとですね、すごいことがあるんですよ。これからもですね、YouTube に動画上げてもいいですかっていうんで、沖縄セルラーさんに確認したんですけども、いいですよっていうことでですね、沖縄セルラーさん公認となりましたので、はい。はい。私のこの、ナオトさん農業 TV は、沖縄セルラー公認です。はい。非公認ではありません。はい。公認となっております。ふなっしーは非公式です。はい。そうですね。なので、どんどん沖縄セルラーさん宣伝していきたいと思います。はい。もう、身を粉にして、沖縄セルラー、沖縄セルラー、沖縄行ったら沖縄セルラーですね。はい。頑張っていきたいと思います。はい。ですね。で、今回の件で、なんだろうな、思ったことは、まあ、企業案件とかやってる YouTuber さんはね、こういった気持ちなのかなぁと体験することができましたね。きっとね、他のこういった企業の仕事とかもらってる方も、多分、仕事いただいたら、すごいその企業さん好きになってるんじゃないのかなーって思いますね。はい、私もすごい沖縄セルラーさんもう一気に大好きになりました。はい、沖縄セルラーさん、企業案件お待ちしております。よろしくお願いします。いい仕事しますよ。はい、ぜひお待ちしてます。 CM とかね、動画出てよとかね、ぜひやってみたいと思います。はい、本日の動画は以上となりますね。野菜物語の新しい進化、これから楽しみですね。そして電話くださった沖縄セルラーのスタッフの皆様、営業の方、大変ありがとうございました。これからもですね、野菜物語でちょっと楽しませていただきたいと思います。はい、本日の動画以上となります。面白かった方ですね、グッドボタンとチャンネル登録していっていただけたらと思います。それではですね、また別の野菜物語の動画でお会いしましょう。バイバイ。またねー。